超絶美人すぎる、桃黒玉石より、素肌見せ衣装で見せた美容師、撮影風景が沸騰、お肌チュルチュルすぎる。桃色クローバー Z の玉石より、29日、24日までにインスタグラムを更新。美容師、マキア8月号、集営者、のスチール撮影中の様子を捉えた動画を公開し、ファンから反響が寄せられている。この日、 玉井は同志のアカウントを添えて、撮影中の真剣な表情やオフタイムの笑顔などをつなぎ合わせたムービーをアップ。動画の中で、玉井はカジュアルよりのデニムコーデから淑女な雰囲気のスカートファッションまで、3パターンの衣装ヘアメイクで変幻自在のビジュアルを披露している。かつてはももクロの中で妹キャラ的な立ち位置だった玉井さんですが、最近はぐっと大人っぽさを増し、 メディアに出るたびにネット上で綺麗になったと評判です。今回の動画でも本職の美容モデルと肩を並べるほどの箱をツヤ肌が際立っていますし、首筋やデコルテライン、二の腕や背中なども目を見張るほどの美しさです。素肌を見せる衣装でも決して下品にならず、かえってヘルシーな魅力を引き立たせることができるのは、 フレッシュで明るいキャラクターと抜群のスレンダーボディを誇る玉井さんならではかもしれませんね。女性誌ライター。今回の投稿に対し、ファンからは、圧倒的、美お肌チュルチュルすぎる。髪も瞳も素肌も、すべてが輝いている、異次元すぎますね。いつ見てもお顔もスタイルも大天才なの最強、モテモテだろうな。理想的な女性オーラだな。可愛いと美しいの破壊力強すぎます。 嫌だもう超絶美人すぎるどんだけといった絶賛の声が相次いでいる。グループ活動に加え、個人でのモデルバラエティ業、さらには4月期の連続ドラマ、お迎え渋谷くん、関テレ制作フジテレビ系列にゲスト出演を果たすなど、マルチなフィールドで活躍中のたまい10代の頃から輝きを放ち続ける週末ヒロインだが、 真の輝きはまだこれからなのかもしれない。